はい、そうですね、はい、市民の井澤と申します。よろしくお願いします。昨日佐藤議員 の講演会に聞きに来たんですが、一つすごいいいことをおっしゃられたのは、宮古島の5万人がですね、県外被害できるような、要するに市の保護計画がないと、ミサイル配備は、要するに、パックだと、ジュネーブ諸条約ですね、国際法でまずその、有事の国民保護をしっかりした上でないと、その有事想定をしてはいけないっていうのは国際法なんで、で、僕はそれは正しいことだと思うんです。で、実際に宮古島市の、国民保護計画も、策定されてて見ると、やはり着上陸侵攻の時は、全市民が県外被害できるような計画を立てないといけなくなってるんですけど、それはもうどう考えても不可能です、ね、はい、で、ということは、いざという時に、市民が戦争に巻き込まれる状態でミサイル配備をしてしまうっていうのは、これは、国際法にも要するに違反してるし、もちろん市民としても自分たちの身の安全が保障されてないのに軍備だけ持ってくるんかという話になってしまうので、ここは我々の訴求点かなと思ってるんですね。で、今日 のお話に関してですね、少し質問したいのは、国は決めてしまえばやり抜くということがおっしゃったと思うんですけど、で、今のところ概算よかず概算請求なんですけど、やはり本予算、国家予算決議は来年3月4月あたりには本予算で決議されてしまえば、防衛大綱なり日米のそういう軍事戦略なり、もしくは中国に対する第一防衛戦なりということを考えたら、与那国がもたついたから宮古も、もたつくかもしれないとか、政府は結構ビビってるんで操作できないよとかっていうのはですね、ではなくって、もう決まれば一気に今の安保法制も、押し切るような政府なんで、宮古に関しても一気に予算決まればドロッと配備してくる可能性もあるんで、我々が今一番重要なのは、来年の本国会決議で予算が決議されるまでにですね、かなり大きなアクションを起こして、例えば市長をリコールで追い込むとかですね、それぐらいのアクションを起こして、宮古島市民の、要するに真意ですよね、それを、国会に示すぐらいの、国に示すぐらいのことをしないと、僕は本予算決議されてしまうと、今の政府からするとそういう幼稚なことを言ってられないのかなと思って少し心配しています。で、最後に、今宮古でもそうなんですけど、例えば、ミサイル配備日本予算は決議されても、次の市長で革新型でばなんとかなるよとかですね、例えばミサイル配備されても、例えば共産党の議員が増えればなんとかなるよとか、革新がなんとかなるよっていうのは、裏を返せばミサイル配備が決まることによって選挙を有利に戦おうという、その選挙運動にも取られかねない状態だと思うんですね。ですから今選挙のことをどうのこうの言うよりは、特に宮古市長選のことを、市長が変わればなんとかなるなんていう幻想を持たないで、来年の国会予算決議までに何とかしないといけないっていう、その特に議員さんが腹を決めて市長をリコールに追い込むなりっていう、そういう行動をですね、やはり今取らないと、もう予算決まれば僕はドドッと行って、後の末になってしまう可能性は当然あるんで、ちょっとその辺も考えてるんですが、赤嶺議員のですね、ちょっとそのご意見をですね、お伺いしたいと思います。最初の国民保護計画が、ないとできないという話で言えば、国民保護計画、平良市で宮古のものまだ見てないんですが、担当は防衛省じゃないんですよね。で、要するに自分たちは、国民が、宮古の市民が避難できるかどうかは自分たちの戦闘行動とは無関係だと、自分たちは、国民を守る義務はない
国を守る義務があるんだと言いますか、どんな方法でも彼らはやりかねないと思うんですよね。でもう一つは、来年度の予算を一つのピークにして戦うのは本当にその通りだと思います。だけども、予算が可決されたら戦いは終わりかと言えばですね、辺野古の場合は予算は何度も可決されたんですよね。で執行が凍結されて、で、ずっと長い戦いをやってきたわけですね。まあ、あのぐらい盛り上がればっていうか、私の立場から言えば都の戦い、八重山の戦いをその都や八重山だけで孤立させずに、沖縄県民の共通の課題として、やっぱり ああいう戦いをですね、自衛隊の問題でもやっていく必要があるんじゃないかなと思います。でもちろん、その予算が、の時期がピークになるのは当然だと思いますけども、やっぱり、その世論で包囲していくっていうものですね。で選挙に、まあ、絡めるなっていうのはその通りじゃないでしょうかね。やっぱり、自動的にね、何か政治が変わるわけじゃないですから、やっぱり、今のこの市政運営をですね、正していくっていうか、そういう力が市民の中に生まれてくることが次の政治の転換につながっていくんじゃないかと、こういうのを私も、まあ、国会前の人々を見てですね、どうか思ってます。まあ、以上でよろしいでしょうか。はい、それでは、はい、清水さんどうぞ。ここまで、はい、ここまで。清水と申します。昨日やはりヒゲの隊長さんのセミナーに行って、初めから終わりまで質問の手を挙げたんですけれども、一向に指名していただけなかったので、今日ちょっと、はい、こちらで質問させていただきたいと思います。昨日ですね、私、あちらで出されてた資料にこういうものが出されていました。第一列島線はい、のこの地図ですね。それと、南シナ海で中国の埋め立ての、状況の地図なんですけれども、これを見ましたら、一番下に作成しているところが日本戦略研究フォーラムとなっているんですね。でこれ私は実に10年ぶりにこの名前を目にしたんですけれども、ちょうど10年前ですが、2005年、皆さん覚えてらっしゃるように、イラブでイラブの島民が立ち上がって、まだ当時イラブ町ですけども、議会の自衛隊誘致の議決をひっくり返したという伝説の動乱と言われるものがありますけれども、その時にですね、そのイラブ町の議員を、誘致派の議員を防衛省に連れて行った人間が、実はこの日本戦略フォーラムの、関係者で、小畑光俊という、防衛国防省ですかね。でこれもパシフィックなんたらという会社もしていまして、でこれは ODA の、不正、JICA の不正問題で名前が一時出てきたことがありますけれども、この、日本戦略フォーラムというのは、日本軍の関東軍の、参謀であった瀬島隆三が会長で、この10年前の当時でもですね、この顧問に小沢一郎さん、それから、増添陽一さん、それから高市早苗さんとか、それから前原誠二ですね、そういう方が名前を連ねていらっしゃるような、まあ、そういう国防族の研究機関だと思うんですけれども、これがいまだにですね、こういう防衛省の資料を作って、昨日そのヒゲの佐藤さんが持っていらっしゃって、ここで宮古で配られたわけですよね。でこれを思う時に、その国民 連合政府でですね、Y 州で、とにかくこの安保法を
廃止させるために共闘しましょうというこのテーマ共闘は、私はこれ宮古ともちろん同じです、自衛隊配備という一つのテーマで皆さんが共闘しようという今運動をやっているわけですけども、もちろんどのような社会の世界を目指すかという考え方は大きく皆さん違うと思いますけども、とにかく一つの目標を立てて共闘で、統一戦線やろうということは非常に素晴らしい構想だと思うんですけれども、ただこういうふうに見るときに国会のレベルでですね、手をつながれる皆さんが例えば小沢一郎さんがそうであったり、民主党の前原誠司がそうであったりですね、こういう、地味毛量の世界でですね、海線山線の皆さんと、駆け引きしながら共同行動するということがいかに難しいかということを思うんですね。で、昨日もヒゲの隊長さんがこうおっしゃってたんですよ。言ってた方は分かると思うんですけれども、自分には共産党にも民主党にも飲み友達がいるんですよと。それでこの人たちと一緒に飲むんだけれども、その時に本音を聞くと戦争法、そんなこと戦争起こると思ってないよというようなことを実はね、共産党の議員さんでも言うんですよというようなことを言ってですね、これは基本的にデマゴギーと彼らのプロパガンダだと思うんですけれども、そういう人々を相手にしなくてはいけないということですよね。で、こういう性濁合わせのような駆け引きをやりながら、実際にはお互い情報収集のために一緒にお酒組み交わすこともあると思うんですけども、こういう中で私はそれはデマゴギーだと思っていますけども、実際に実現していく安保法を廃棄させる統一戦線っていうのはどうなんでしょうと思うと聞きしたいと思います。まずその佐藤さんが共産党の議員とお酒飲んで本音聞いたら戦争なんて起こらないと言ってたっていうのは、佐藤さんぜひ証拠出してほしいってですね言いたい、気持ちですが、テレビ討論なんかでよく一緒になったりしますけども、あなた宮古でそんなこと言ったらしいねっていうのは次ちょっと聞いてそれで公式の場で公式の例えば外国のお客さんが来た時にパーティーなんかやるときには超党派でやりますから、それを一緒に飲んでると言ってるのかどうかですね。今日はいっぱい飲もうやっていう形では私たちは、よその党の議員さんと付き合うことはたしなみとして、して、おりませんけれども、ただ、地味毛量の政治家ばっかりというのは、おっしゃる通りであります。で、国会の中だけで話し合いをやったら、この共闘は絶対に実現しないと、これも覚悟して、おります。で、ただ私たちの国民連合政府の提案っていうのを、ご覧になっていただきたいんですけれども、第一に、憲法に違反する、戦争法の、撤回のための国民運動を強化しようというのが第一にあるんですね。そして第二に、一緒に政府を作るという約束ができるのであれば選挙共闘しようということになっていて、私たちが鍵を握っているのは、国民的大闘争がなければ政党間の話し合いで実現するということは、全然、考えておりません。これ沖縄で起きてたことなんですが、知事頑張っていらっしゃるんでね、知事のいろんな場面についてあれこれ言う必要全くないんですが、保守の方々が共産党と一緒に知事選挙を戦おうという時にこう言ったんですよね。お互いに譲り合ってというわけですよ。だけど譲れない大事なものがあるわけですよね。だから譲れないものは譲り合って共闘を
やるんじゃなくて、譲れないものはある、お互いにそこは尊重しながら、共闘というのをやるべきだとこのように思ったんですが、尾長さんがですね、知事選挙の明日投票という日に県庁前で、最後の打ち上げ演説をしたんです。この打ち上げ演説の時に尾長さんはですね、オール沖縄の共闘っていうのは政党や政治家が作ってきたとこのように考えていたけれども、しかし全県各地を回ってみたら政治家や政党より早く辺野古の基地を止めるために、政治家はきちんと力を合わせなさいという県民のですね、強い要求や要望が満ち満ちていたと。オール沖縄を作ったのは県民だと言ったんですよ、というような言い方がなかったんですよね。私は今度の戦争法案の廃止も立憲主義の回復もですね、やっぱり、国民の戦いが、どこまで広がるかっていうの でだから、私たちは、政党間の話し合いは市委員長にお任せしてですね、私たちはやっぱり国民的な戦いを強めるために、頑張っていくということじゃないかなと。そこに、全ての政治はかかっているということを共産党も思っています。で、その先じゃあ絶対できるかできないかっていうのは、これはそういう方向で努力する以外にないということで、努力すれば必ず切り開けるっていう、ものがですね、だから尾長さんだってね、1999年に沖縄県議会が辺野古受け入れ決議案です。その時の自民党の幹事長は尾長さんだったんです。受け入れ決議のですね、これは99年ですよ。それでこの間知事選挙に出る時に、この尾長さんに、共産党として確認する必要があるということでお話ししたんです。私はあの人と那覇の市会議員同期生ですから、一緒に当選した同期生ですからね、だいぶお互いにお互いの、手の内をよく分かってるというか、で赤嶺政権と尾長さんが一緒に並んでるのを見ると涙が出てくるなという、当時一緒に市会議員やった人たちが、言うぐらいですけれども、あの時にあなたはいつから変わったんですかって聞いたんですよ、尾長さんに。そしたら彼は2005年のあの高校の歴史教科書問題で集団自決を、教科書から削除するという、教科書検定意見が出た時に、このまま保守と革新が、対立したままだったら、沖縄の人たちがみんなが、これはあったという歴史の真実が消されていく、やっぱりこの問題では保守革新の立場を超えて力を合わせようと思ったという、あの教科書検定意見の時だとこうおっしゃってましたね。だから大事な一点で、あの頃まではまだね、基地に反対するっていうところまで行ってなかったんですが、今はもう辺野古新基地建設反対ってですね、あのところまで行ってますので、気持ちが一致点が一つの一致点で共闘すればですね、必ず次のね、一致点っていうのは、前進していく力になると。もちろん歴史は、バラ色だけで進むとは思いませんが、しかしやっぱりオール沖縄がここまで来たっていうのは全国のモデルにしてもいいんじゃないかなと思っています。以上です。はい、ありがとうございます。これで質問は終わらせていただきます。もう本当に長い時間たくさんいろいろと答えていただいてありがとうございます。私たちもあまりこういうふうに、本当にこう腹を割ってというんですかね、本当にこうみんなで聞きたいことを、そして伝えたいことをね、お互いにこうやって話し合うということがやっぱり大事じゃないかなと思って、本当に今日良かったなというふうに思っています。本当に今日は皆さん本当にありがとうございました。またよろしくお願いいたします。ありがとうございます。